酸素投与は救命に欠かせない治療法の一つだ。この数週間、スーダンで新型コロナウイルス感染症、COVID-19 の死者数が急増し、その大切さが改めて浮き彫りになった。新型コロナのパンデミックによって、ブラジル、ペルー、ナイジェリア、ヨルダン、イタリアその他の国々でも、病院が医療用酸素の不足に直面した。スーダンも例外ではない。現在、酸素不足が世界の注目を集めている。だが、こうした酸素不足は今に始まったことではない。専門家は、低所得国では毎年救えるはずの多くの命が酸素不足によって失われており、パンデミックがその格差を深刻化させていると指摘している。